なぎさちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう、みんな。プレゼントは最後に渡すとして、まずはみんなでお食事にしましょう。今日のお料理は特に腕によりをかけて作ったのよね、葵くん、椿ちゃん。ええ。ってことはもしかしてこの料理みんなで作ってくれたのか。まあ味付けはヒールに任せちゃったけどね。自分と椿は盛り付けを担当したんだ。ほら、こっちのお皿が椿で、こっちが自分の。うわー、それじゃあもしかしてこっちのデザートも。もちろん、ケーキが私、こっちのゼリーが葵くん、それからこの山盛りのクッキーが椿ちゃんよ。椿のクッキー、改めて見るとものすごい量だね。朝からオーブンをフル稼働させたものね。仕方ないでしょ。渚はたくさん食べるからそれなりに量がないと満足できないだろうし。うん、すげえ嬉しい。ありがとな、椿。それじゃあ早速一枚つまみ食いを。あれ、このクッキー、下の方に文字が書いてあるやつがある。山を崩さないようにそーっとそーっと。よし、取れた。なになに。なぎさ、お誕生日おめでとう。あなたと出会えてよかった。これからもよろしくね。あら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 、つばきちゃんたらずるいわ。自分だけなぎさちゃんにメッセージを用意してるだなんて。クッキーに隠したメッセージ、椿らしいロマンチックな方法だね。椿、あたしすっごく嬉しいよ。あたしも椿と出会えて、みんなと出会えて本当によかった。な、なぎさ、何も泣かなくても。あらあら、椿ちゃんたら罪な女ね。なんだか悔しいな。自分も何かサプライズを用意しておけばよかった。もう二人とも何のおきにおしゃべりしてるのよ。嬉し涙だもの、どれだけ流したっていいじゃない。それはそうだけど。くい、ありがとう椿、ありがとうみんな。私今最高に幸せだ。なぎさ、お誕生日おめでとう。ケーキをワンホール食べる人初めて見たわ。みんなサンキューな。感謝のシャウトを決めちゃうぜ。なぎさちゃん、お誕生日おめでとう。今日はどんなわがままも聞いてあげちゃうわ。ハッピーバースデー、なぎさ。これからもロンドのために素敵な曲を作っていこうね。